帯屋宗七は、日本の実業家である。帯屋宗七肖像長崎市江の木ず町にて生まれる。陽名は百姓。七、年頃より、農学の稽古をはじめ、諏訪神社の農部隊にもたびたび出演していた。後の安政4年9月、諏訪神社火災で全焼した諏訪社農部隊の再建の発起人の一人に犠せられる。明治5年頃に、現在の弁護士の前身である。 大言人となった。明治7年2月21日、深堀氏族が、裏後藤町の深堀宮廷に集合し密議を凝らしているとの情報から、江藤新平委員徳の疑いで44名が逮捕、裁判所に送られた際、大言人として法廷に立ち、弁護に努め、深堀氏族は、無罪となった。明治10年に喪失と解明する。 明治16年頃より、海運業に乗り出し、小戸海運を経営。また、明治23年に、長崎県長崎市新大区長に、舞鶴座を設立。京本劇場株式会社の社長として、舞鶴座を経営。その舞鶴座誕生を祝って読んだと思われる和歌がある。時はなる松の小の巣を入れて、地をことほぐひなずるの声創始中え。明治24年に、 大阪の中村元次郎一座が、片岡一蔵と来園し、長崎には珍しい大歌舞伎なので好評を博した。帯谷重則、松泉帯谷総七伝個人伝記、1999年。ありがとうございます。